こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2023年の3月2日を3時間ほど過ぎましたけど見ていきたいと思います。現在のエタコインの値段は 47.557 ということでね、厳しいですね。来てほしくない47円台まで来てしまいました。はい、15分足、今日の午後ずっとね、もう落ち続けたということで、今ちょっとね気持ち跳ね上がってますけど、まあこれただの調整かなと。はい、4時間でもこんなにね、落ち続けてるんですね。22日からということで、ちょうど10日間ぐらいですか。はい、日足で言いますと、この正月からずっと上がってきて、1回落ちたこの47円にね、届いてしまったということですね。ここでこのように最低でもね、ちょっと粘っていただいて、またこのようにね、跳ね返っていただくといいかなと思います。はい、ではツイッター見ていきます。はい、ヒックスさんですね、コーヒーさん。大好評中のコンビニ店員さんで UTXO ですが、アカウントベースモデルが失敗する場合のモデルを追記しました。行列が出る場合のところからと、皆さんも経験あるはずということで、はい、トランザクションエラーが発生する場合ということですね。はい、トランザクションがエラーが発生する場合、お客さんが1000円支払います。あ、ちょっとこれ読まない方がいいですかな、ネタバレになっちゃうのでね。はい、これをちょっと読むと、何て言うかな、最後に書いてありますね。アカウントベース店員さんは、実取引ずつ対応するように心がけますと。そして、遅くなりますよとか、ね。前後から流れで見ていただけるとより分かると思います。はい、セバスチャンさんですね。開発者は最も安全なチェーンとネットワーク効果のどちらかを選択する必要はありません。3月からパイマイエンジン L2 を使用してアプリゲームを作成するお好みのチェーンで固定、すべてが Web3 ユーザーが利用可能と。心配も妥協もせずに Web3 ビジョンを構築しましょうと。はい、What is パイマワールプールっていうんですかね。はい、このワールプールというのを使うと、その総合運用の話がね、今言ったセバスチャンさんの話が成り立つということで、ちょっとこれを見ていきます。はい、パイマワールプール、これちょっとね読み方ワールプールみたいな感じになると思うんですけど、ちょっと普通に日本語っぽくワールプールと読ませていただきますね。ワールプールはパイマエンジンで作られたゲームを強化し、ブロックチェーン空間のほぼ全てのエコシステムから別のチェーンに展開されたゲームをプレイできるようにするエキサイティングな技術です。これは何を意味するかというと、あなたのユーザーが、あなたのっていうのはこの開発者のことを言ってですね、開発者の開発したソフトを使う、ゲームを使うユーザーがということですね。ユーザーがイーサリアム、カルダノ、アルゴランド、ニア、ソラナなど、あなたの好きなブロックチェーンにいる場合、最終的に全てパイマワールプールでサポートされることになります。つまりユーザーがゲームをプレイするために、あなたがデプロイしたチェーンを選択し、ブリッジに行き、全ての手順を踏まなければならないようなジレンマや選択をする必要がないのです。しかし、その代わりにユーザーは自分のネイティブエコシステムの中に留まることができます。はい、だからユーザーは何でもいいということですね。ユーザーがその、自分はこのチェーン使ってるから嫌だなみたいにならないってことですよね。ネイティブなウォレットを使いながら実際にそのブロックチェーン上にいるユーザーと同じ体験ができるのです。これによりゲームの堅牢性が高まり、クロスチェーンでの盛り上がりが期待できます。なぜならデプロイする場所を一つに絞るだけでなく、私たちが作ったゲームを誰もが利用できるようにするための扉を開くことができたからです。どのウォレットを使っても、どのエコシステムに滞在していても、同じゲームをプレイすることができ、全員が同じグローバルステートを共有することができるのです。これは本当にエキサイティングなことです。そしてワールプールを完璧に本当に素早くセットアップし、デプロイし、すべての開発者が使えるようになるまでは少し時間がかかるでしょう。しかし、私たちはすでにワールプールを構築し、最初のゲームジャングルウォーズ NFT ランブル用にデプロイしている最中です。そして近い将来、パイマエンジンを強化し、外部の開発者が使用できるようにするため、引き続き強化します。パイマワールプールも同様にパイマのスタッフの一部として、開発者の方々に楽しんでいけるようになります。ということで、3月の10日でしたっけ、セバスチャンさんが開発者向けにイベントを開くということでしたし、まあ、これが本当に受け入れられればですね、だいぶカルダノの方にも注目が集まってくるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、で翻訳するにね、翻訳ソフトをこれ使ったらいいよって教えてくれた方もいらっしゃってありがとうございました。はい、ちょっと使ってみました。愛知さん、
ワールドモバイルがロイターに取り上げられました。デジタルデバイドを埋めるためにの革新的な方法が紹介されています。ちなみにデジタルデバイドとは IT の恩恵を受けられる人と受けられない人の間に生じる知識、機械、貧富の差などのことと、はい、こんな感じですね。この気球からこうね、なんかこう通信をしている絵がこのように分かりやすく出てますね。はい、こんな感じでね、気球とか、まあ、気球のこの工場の中でね、インタビューとか出てます。なかなかこういう気球って日本で見なくなりましたね、そういえば。はい、BTA さん、クリプタクトがヨロイウォレットに対応したとのことですが、詳しい情報をお持ちの方いらっしゃいますかということで、はい、こちらクリプタクト、本日の主なリリース、新規取引所、ヨロイウォレット、ということで、ちょっとこれ私何を言ってるのか分かんなくて、はい、取引所ではないしとか思ってたら、はい、タマさんとかね、日の丸さんがリツイートされていて、明日動画にしてみたいと思いますと、クリプタクトを使っている方がね、ちょっと教えてくれるかもしれませんので、ちょっと期待したいですね。で、日の丸さんも、違うやつを使ってたけど、今年はクリプタクトにするということですね。はい、ということで、鎧とリンクするということですね。はい、使っている方はね、要チェックです。はい、コインポストからマウントコックス、まもなくビットコインなど弁済開始かと。はい、今月から弁済開始か。2014年に経営破綻した暗号資産取引所マウントコックスの債権者への弁済がまもなく開始される見込みだ。マウントコックスは1月6日債権者による弁済手続きの登録期限の変更発表。2023年3月10日に登録期限が変更されたことに伴い、基本弁済期限日と、早期一括弁済期限日、中間弁済の期限日を23年7月31日から同年9月30日に変更した。この変更通知によると、変更された登録期限3月10日以後、可能な限り速やかに弁済を実施するとしている。弁済手続きには弁済方法の選択と弁済先情報の登録が含まれており、1月6日の案内掲載後、登録内容の確認作業を開始すると説明されていた。はい、ということで、ここに債権者は債務額の90% 受け取ることになるとかね、まあ、ちょっといろいろ書いてありますけど、はい、返ってくるといいですね。コインポスト、東京会社のイーサリアムグローバルと連携発表。4月14日、14日から16日開催のイーサリアムグローバル東京で連携インタビュー企画開催。イーサリアムグローバルと連携し、WebX 開発者イベントを4月13日開催予定ということで、まあこれ年度が変わってぐらいから夏にかけてですね、イベントが、確かね、いろいろあったと思います。そこで本当にいろんな、まあ、イーサリアムとかね、ポリゴンとか、今盛り上がってるやつがどんどん盛り上がってくる、と思うとね、ちょっと、カルダの、まあ、エキスポ以外にもね、いろいろあるかなっていう気がしますけど、なんていうかな、負けないようにね、盛り上げていきたいと思います。はい、でイーサリアムなんですけど、今日ちょっと本屋さん行った時に、イーサリアムのビタリックさんの本がね、気になって、手に取ったらね、つい買ってしまいましたね。まあ、読むかどうか分かんないんですけど、ただあれ結構何ていうかな、書き下ろしではなくて、2010何年かは分かんないですけど、結構だいぶ昔から のビタリックさん のインタビューだとか、そういうのが順番にこう載ってる感じの本でしたね。最後にはホワイトペーパーのも載ってましたし、なんか用語集みたいなのもありましたけども、はい。はい、最後にミスタービットコインさんから、小ネタを3つもらいますね。ビットコインに投資なんて関係ないんだなということで、ここまでね、ちょっとお年を召した感じの方でもビットコイン決済をね、自由に使われているということです。はい、そして、先月のビットコイン2月ですね、直近14年間ということを、市場ということですね、市場最も価格変動の小さな月となりましたということです。あ、まあ、すみません、市場はちょっと言い過ぎかな、まあ、最初の頃は、ちょっと伸びますかね、でもほぼほぼ14年ですよね、2009年からですからね。はいはい、で最後は、ドイツ連邦金融裁判所、1年以上保有したビットコインは、売買益を無税と認めるといいなということで、
はい、まあ、ビットコインは持ってないですけど、はい、他の、アルトコインはどうなんでしょうね。はい、では値段に戻りまして 47.43 円ですね。はい、あ、もう Google の絵がもう日が変わってるのでひな祭りの絵になってますね。はい、娘さんとかいらっしゃる方ね、おめでとうございます。14,012.9×47.43 で元本が10枚ですので計算しますと、564,632円のプラスということになりまして、564.6% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。